はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。マジックにおける代表的な土地といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。まあ、島とか山のような基本土地を思い浮かべる人もいると思いますし、リアルランドとかそういった高額の土着土地をね選ぶ人もいるかもしれません。基本的に土地っていうのはマナを生み出すものなんですが、中にはマナを出す以外の能力をメインに使う土地も存在しています。今回はそんなカードの中でも有名かつ強力な妨害効果を持つカード、リシャードの港について語っていきたいと思います。というわけで能力を見ていきましょう。リシャードの港の能力は2つ。まずはタップして無色マナを1点生み出す能力と、1マナプラスタップで土地1枚を対象としてそれをタップするという能力です。露天交渉のように土地を破壊する土地というのは過去に登場しましたが、タップするというのは珍しい効果です。1つ目の能力では無色マナしか出ませんし、2つ目の能力に関してはこちらが土地を2つ使って相手の土地を1つタップするだけと非常に地味な能力に見えますよね。リシャードの港が出た当時はそう感じた人も多く、メルカディアンマスクスの発売当初はカスレア扱いでほとんど注目を浴びませんでした。しかし実際にこのカードが使われ始めると、その凶悪さがだんだんと浮き彫りになっていきます。序盤でマナコストをされるとコントロールデッキや多色デッキはかなりの減速を余儀なくされました。特にスピードが勝負のビートダウンがこのリシャードの港の効果を発揮しやすく、序盤の速度を維持しつつ相手のマナを抑えたり、ダブルシンボルのカードや多色の色拘束のきついカードを唱えさせなくできる点が大きく評価されました。もちろん起動するたびに自分の展開を犠牲にすることにもなるので、マナをカードを唱えるために使うか、リシャードの港のために使うかという悩みどころもありますね。クリーチャーを展開した結果、港の呪縛から解き放たれたコントロールデッキに神の怒りを打たれて負けたというプレイヤーもいたことでしょう。当時のスタンダードでメジャーな使い方は、対戦相手のアップキープ時に土地を一つタップさせることで相手のメインフェイズと自分のターンに使えるマナを減らすという方法。特に軽量のビートダウンデッキで使われたのですが、自分がクリーチャーを展開した後で相手の土地をタップすることで対戦相手の除去やブロッカーの展開を一旦遅らせることができます。またコントロールデッキの相手には相手のターン終了時に起動することでカウンターを構えづらくすることができました。そして多色デッキに対しては特定の色を縛り続けることで色拘束の強いカードを使いにくくすることも可能。神の怒りを歌いたくないと思えばアダーカー光源を毎ターンタップすることで余分に色物を揃えなければいけないという状況に陥らせることができます。本当は土地事故してないのに、リシャードの港によってまるで土地事故を起こしているかのような状況にさせられてしまうのがこのカードの強さなんです。もし真鍮の都を採用していたら目も当てられません。タップするたびに1点のダメージを受けるので、毎ターンリシャードの港を起動されるだけでライフが減っていきます。また当時石の雨や略奪、雪崩乗りといった構築級の土地破壊系カードも多くスタンダードに存在し、これにリシャードの港を加えた土地破壊デッキが活躍しました。その他枯れみつく鉄線や対立など土地を機能させないカードが揃っていたことで土地ロックデッキは大きく勢力を伸ばします。これにより当時のスタンダードはもちろん、エクステンデッドやマスクスブロック構築でリシャードの港は猛威を振るい、多色デッキはほぼ絶滅状態に陥り、単色デッキの最盛期を迎えることになりました。またマスクスブロックの次のインベーションが多色推奨のブロックであったため、その後もリシャードの港は力を発揮することとなります。スタンダード落ちした後はより根本的な土地対策カードの不毛の大地があるため、そこまで多くは採用されませんでしたが、それでもレガシーでは現役のカードです。ゴブリンやデス&タックスではクリーチャーの展開を霊気の薬瓶に任せ、リシャードの港を運用しやすくしていますし、土地単では追加で土地を受ける闘査やモックスダイヤモンドで相手よりもマナサをつけ、リシャードの港を活用できる構築にしています。先ほど話に上がりましたが、リシャードの港は登場した頃はカスレア扱いでほとんど注目されないカードでした。しかし実際に使うとその効果が見かけ以上に大きな影響力を持っていることが判明すると、当時最強クリーチャーと言われたマスティカの相棒ゴブリンの大衆スクイを押しのけて一気にトップレアになります。ほとんどのデッキで4枚採用されるようになり、相手のリシャードの港に対抗するためにリシャードの港を使うという事態にもなっていきます。その結果2000年度の日本選手権では大会全体で採用枚数が基本土地の山よりも多くなるという現象が起こってしまいます。マスクスブロックの次に登場したインベージョンは多色を推奨する環境であったため、相手を事故らせるこのリシャードの港の能力はあまりにも厄介で、そのためテフェリーの反応やサーボの網などの露骨な対策カードが作られました。それを見て当時のユーザーも
開発チームは何が何でもリシャードの港の禁止を回避しようとしているんだなと思ったのだそうです。ただしマスクスブロック構築ではその努力が届かず、カードプールの狭さから猛威を振るい禁止カードに指定されてしまうのでした。一応このカードにも亜種は存在します。それがプロフェシーで登場した凍月大地。正直亜種と呼んでいいものか疑問が残りますが、このカードはタップインな上都合3マナ分とこのカードを犠牲にすることで相手の土地を2枚タップするという効果を持っています。アンタップイン、都合2マナ、そして1枚で毎ターン相手の土地をタップできるリシャードの港に比べるとあまりにも使いにくいですね。せめて次のターンも使えればよかったのですが、しかもこのカードレアです。当時のプレイヤーはリシャードの港の調整版が出たと噂になったらしいのですが、当然評価は散々で、マナを生み出す土地の中でも最悪のカードと呼ばれることになってしまいました。というわけで今回はリシャードの港について語っていきましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、最初のね、注目されなかったカードが一気にねトップレアに躍り出るっていうのはね、なんかタルモゴイフに近い感じがしますよね。まあタルモゴイフより昔のカードので元祖はこっちなのかもしれません。皆さんもね、意外な使い道のあるカードや、ね、このリシャードの港について思い出がありましたら、ぜひねコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオ大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。